何してんの？ああ、違う、インスタストーリー。いやいや、これ終わってからでいいやん。来たよっていう。明るいうちに撮ってるから。いや、わかるけど。お疲れでーす。はい、というわけで、今回は栃木県の那須烏山の岩湖っていうところに来ております。はい。で、今回もな、大型温泉ホテル、そしてバブル遺産、地元のシンボルマークスもなった、まあバブル期に建てられた大型ホテル、まあ、まあ、見えてんねんけど、うん、こちら。大金温泉グランドホテルっていうところやねんけどもやで、はい、なんと今回やで、うん、ちょっと曰くつきやねん。どういうこと？だからいつものみんなの知ってるあのバブル遺産の人気シリーズの中でもちょっと変わった曰くつきの物件でございます、うん、ちょっと今回公式 LINE で視聴者さんから依頼もらったから読みたいと思います。はい、はじめまして、いつもジョーブログ楽しみにしております、ありがとうございます。先日なかなかじわじわ来るホテルに泊まりましたので連絡いたしました。そこの名前は大金温泉グランドホテルです。栃木県にありますと。口コミはいいと悪いの差が激しく、うん、行く前は不安でしたが行って分かりましたと。検索では幽霊というワードも出てきて、もうえってしない言うてなかった、ごめん、もう聞きとうないわ。運転してくれたけどずーっと黙っとってもね。確かに大金温泉グランドホテルってやったらスペースすぐに幽霊最悪やん。あとは水回りが刑務所並みという言葉が忘れられませんかっこ笑ったけど、うん、先日泊まったので真冬のマイナス温度でした。え、ホテルって大体何日か前に予約していたらチェックイン前に部屋の暖房がついていて暖かい状態で入れると思うのですが、それが当たり前なんやな。すごいな、やっぱりもうチェックインして部屋に入ると暖房がついておらず極寒で、一緒に泊まった友人も極寒の部屋だったみたいです。設定温度を30にしても温度がなかなか上がらず、30にしてもそして廊下も極寒で、小学校にあったような暖房がポツンとエレベーターホールにありますが全く効いてません。館内の暖房を少なくすることに多分徹底していますと、うん、であと2階のメインロビーから吹き抜けで作られており、無駄に広く、そこにかなりの歴史を感じました。あー、まあここはバブル遺産やな、うんうん、パイプオルガンもあり妙な感じです。いろいろすごいホテルなのでぜひ近くに行った際行ってみてほしいです。ということで、近くに来た際じゃありません、このために来ました。まあどんなホテルか気になるやん、うん、で公式のホームページちょっと今開くで、めっちゃええ感じやねん。へー、地下 1200m の大金温泉の基盤を産出する化石より約2億3000年から約1億5000万年前の地層群ですよ。そこから産出してる。だから大金温泉この地層を基盤とし、何億何千万年前を要して地熱や諸々の作用を受け、大量の海洋堆積物がとろーりとろーりとろけ、それを反映して、うん、溶存成分濃度の高い温泉水となり貯蓄されていますっていう。だから成分良さやな。そうだから大金温泉の泉質はナトリウム、カルシウム、塩化物泉で全国屈指の高濃度です感じ結構書いてあるね。源泉 100% かけ流しが自慢のリゾートホテルですと。源泉やで、まあ、それだけでもめちゃめちゃええところやん、うん、パッて見たら吹き抜けのロビーもラウンジもちょっと豪華絢爛な感じで、でカラオケルームもあったりとか、結構充実してて、浴場もだから大浴場、露天風呂、天然温泉、水風呂、サウナ、おおいいね、めちゃくちゃええ感じ、うん、平日やったら1泊2食付きで6600円、安っ。それにプラス2000円したら飲み放題ついてくる、安っ。めちゃめちゃ安いし、安いな、うん、ご飯も食べれて飲み放題やし、うん、しかもなんかな、旅行サイトとかのセールとか駆使したりとか、うん、時期とかによっては6000円で2食付きで60分飲み放題とかのプランとかもあるし、めちゃめちゃ安くて泊まれるっていう形やね、うん、はい、ドドン見えました。はい、大金温泉グランドホテル、あ、看板がやっぱ結構哀愁漂ったんな、劣化して。確かに、さすがバブル時代の建物っていう感じやけど、うん、まあ古いに越したことは全然ないよ別に、うん、逆やろ新しいに越したことは全然ないよこのジョーブログで古き良きものを発信してね。ああ、わかります。だから古いに越したことはないってことそうか、今回だから温泉とかバリ古いやんな、何千年前。いや、もう分からんぞ、古すぎてでもこっからやで、ね、口コミですよ。はい、はい、気になる。もうほんま、もう取り上げづらい散々すぎて、おっ、ここ口コミ読んでいくで、うん、まずまるで幽霊ホテルホームページでは大変綺麗な印象なのですが、実際は全体的に手入れが行き届いてなく、人の気配のしないしない、思わず廃墟と思わせるホテルでした。みたいな、客室はカビ臭く、天井にはクモが4匹もいて、めっちゃおるやん。お風呂も、汚れが目立ってて衛生的に嫌な気分になりましたとか、
朝食会場行ってもなんか人も全然おらんくて、もぬけの殻で幽霊ホテルと思わせられました。まあ都内上の口来る前に口コミを見て行きましたけど、評価は人の主観、実際行ってみたらそうでもないこともあるし、なんて余裕に構えて行ってみたところ、口コミの通りのひどさ、ついてみるとまさに廃墟。おー一末の不安を感じつつ入館、あーバブルの頃よくあったやたらと無駄に豪華な安ホテル、チェックイン後お部屋へ、カビ臭い匂いに不快感を覚え、トイレに行って驚愕、黒いカビが便器にびっちり、いつから掃除してないんでしょうか。どこもかしこもめちゃくちゃ汚くて、各部屋にもクモの巣、ゴキブリ、虫の死骸があちこちにある廃墟のようなホテルです。布団も殺人事件があったのかというほどのシミがついてて、不衛生の極みです。こんなんもうほんま一部やで、一部なんや。まあ、料理に対するクレームとかまあ人それぞれな、うん、その主観が混じってるとも思うし、うん、とか、まあでもただ良かったっていう口コミもあったで、うん、バブルの異物感がすごくあるホテルでしたって、温泉があり広くてそんなに汚くもなく、この方は良かったですが、部屋が最悪でした。じゃあかんや、上げて落とす、ほなあかんな、はい、バブル期の建物や装飾が好きな人は星5かも、そんな形がいろいろ書いてて低評価を押してる人たちがたくさんいましたね、うんうん、だから今回あれやで、竹内翔くんのネタみたいな、翔くん彷彿とさせる、低評価のあの飯屋とかホテルとか、翔くん借りてます、ありがとうございますというわけで今回大金温泉グランドホテル、まあ実際どんなものかっていうのはね、やっぱ泊まってみて確かめてみないと、まあそうやな、分からんからな、うん、で実際そういうなんかバブルの産物っていうのは今まで泊まってきたやん、だからこそ俺らっていうのが多分感じれるものがあると思うんや、うん、相当な温泉俺ら辿ってきたで今まで、ほんまに結構もう温泉マイスターですよ、うん、まあ泉質はな古き良き昔からある温泉っていうことでな、うん、で源泉かけ流し 100% っていうからそれが楽しみや、うん、だからその辺っていうのも見つつ、その当時の地元のランドマークとなってたっていうわけで、ここに書いてあるわ、温泉紹介、今から1300万年前の地殻変動によって言ったもん勝ちやろ、こんなしっかり調べて勉強して賢い人たちがいかに全国でも唯一のナトリウムカルシウム塩化温泉ですって書いてあります。ちょっとあの外観見てみて、うん、中に入ってみたいと思います、はい、ちょっとなんかいびつな形してるやろ、ほんまや、ほんまや、ほんまや、これ後で何か入ったら分かるわ、うん、うん、その正体っつうの、ん、結構今日、まあ、まあ、土曜っていうのもあんねんけど、うん、車がな、おるな、全然おるな、全然、だってもう日帰りの人ら終わってる時間やから、そうっすね、うん、うん、ちょっと壁に剥がれ落ちる感は否めないけど、ほんまや、まあでも別に気にならん程度やな、俺らは、うん、なあなんで俺らはってそのラーにすんのやめて、気にはなるよ、あ一人でって言われたら止まる、ここしかないと止まるけど、わざわざ止まんないですね、あその口コミだけ見るじゃないですか、あ一回見るもんな、見るな、口コミだけ見たら気になるよな、うん、でもこんだけ止まってる人がおるってことやから、まあ、そうですね、そのなんか俺は真実を証明しに来たから今回は、うん、国評俺自身がしに来たわけじゃないから、うんうん、鑑定って書いてある、なんかあれやな、いつも通りやな、鑑定のところに誰も貼られてないとか、うんうん、でもあそこも使ってないやん、そもそも、うん、昔ああいうの使ったけど、もう今 IT が進んでますから、チャット GPT とかの時代やから AI とかの時代やからすごいわ、外観今なんか使ってたやんな、バーベキューとかなんか、お前やゲートボールみたいなね、うん、向こうの方にほらプールがあんねんけど、あああれプールか、はいはいはい、うん、もう使ってないわ、まあさすがに冬やしな、うん、でも多分使ってないと思う、やっぱ外観は結構もう要塞感あんな、うん、廃墟まではさすがにいかん、うん、劣化してる感じがあるわ、まあそこだけ見て、でガラスがもし割れてたりとかしたらなんか廃墟とか言う人はおるかもしれないな、それは廃墟やろ、ガラス割れてたらでもこれはほらもう正月あの過ぎたけど、ほんまやね、ちょっとやる、うんうん、参ろうか、はい、ご案内です。当館ご利用されたことはございますか？あ、初めてです、はい。ありがとうございます。こちら1階フロントになりまして、内線9番になります。はい、大浴場2階からになりまして、はい、こちら見ていただきまして、2階でエレベーター降りてください。はい。吹き抜けお部屋4階です。アメニティという方、ご利用の際お持ちになってください。はい、です。ありがとうございます。うん。まあ、もう思ってたよりは。あ全然優しい感じ、うん、学校にあったやつや、ほんまや、この階段の感じもね、赤の感じとか、うん、古いけど全然汚さはないな、あ今んとこ何も全くないな、うん、でお客さんもちらほらおるな、うんうん、ほうほうほう、イベント会場こういうイメージ、
おお。船の中みたい。そう。あ、そうなん。船をイメージしてんねんて。サブなんかほぼ。え、なんか冷気がここだけ。外に近いから。あ、そういうか、そういうことか。まあまあ冷気。こっちに持っていくなって。じゃあ持ってきたくないねん。俺も嫌やねん。豪華客船みたいな形で。はいはいはい。なるほどね。ほら人もおれへんやん。うん。特急もあるけどみたいな。だからなんかこう幽霊船みたいな風に勝手に言われてるみたいな、うん、噂とか。か口コミとかで別に幽霊おるとかね、断定されたようなこととか書かれてなかったから、うん、だから勝手にこう噂を読んで幽霊船見たやないっていうのでスペース幽霊とか。なるほどね。ああ安心安心。だから、実際に幽霊がおるかどうかは定かじゃないで。福間さんでいいね。寝てみな、わからない。消えとんな。見たことない、こんな。わ、スボッととかもあるで。めっちゃ古いな、これ。4号機やな。え、わかんの、そんな。わかるっすよ。機体見たら。すごいな。ゲーセンにあるやつやな。みんなわかんの、そんな。スロット売ってた人はわかるんじゃないですか。あ、わかんねや。うん。懐かしいとかなの。懐かしいっす、めっちゃ。お、着いた。着いた。急に着いたな。え、誰か見てる？鉄の跡もある。うまい。めっちゃいいやん。全部着いた。つけてくれるのやん。めっちゃいいやん。こんなん見たことないで、このルパン三世も。だからいいねん。これはなんか乗った記憶あるな。ホッケは今までで一番小さいな。いやでもホテル浦島もまあまあ小さかった。ちっちゃかったけど。うん、春な。ホテル浦島ではちょっと低かった。うん、これがついたら。卓球とかやったらバリ気持ちない。うん。声バリ響くもんな。うん。さあ。あ、ここがピークやったんや。うん。カラオケハウス。いいな。ブラックアンドホそのまんまやな。全部そのまんま昭和バブルはないんだよ。いや、舐めてはない。なんかうっすら書かれてんな。うん。ありがとうって書いて。いいよ。バブル遺産シリーズで好きなが、うん、淡くありがとうとか、ああいう卓球の荒廃してる感じが好き、ね、うん、決してもう主張しない、もう俺たちはもう頑張った後だからと言わんばかりの。あ、ピアノが。ほんまや。いい音やな。ほんまやな、うん、しかも響くわ。あ、騒ぐな血が。いや、ひげ引けへんやろ。でもいい、俺好きかも、うん、じゃあちょっと部屋行ってみるか。うん、し4階か、ここから見渡せるんだ、うんうん、この船の上を。ほんまに船みたいなあ。すごっ、ちょっとタイタニック感あるな。え、じゃあ沈むやん。沈むって何沈むって。バブルの船じゃあるな。何か置いてあったやな。絶対あったな。あったけどもう意味ないやな。40何もすか。401、うん、あ、ここに、あ、すぐここに、うん、わぁ、もうちょっと歩きたかったんだ。じゃあ歩いたんや。歩いてみて、うん、ここほら下のホールを見渡せんねん、うん、あのホールでマジで本気で卓球やろう。絶対気持ちいいで、うん、わ、楽しなってきたわ。だんだんテンション上がってきたわ。さあ、掃除してる人が。確かに、でも古さはあるな。人の気配感じひんな。うん、ちらほらおんねんけどな、うん、だからホテル浦島みたく、あの広すぎるからがゆえに合わんパターンもあるけど、うんうん、飯時やろ、うんうん、どう、あの温泉行った時どうかみたいな。あ、でもちゃんとこうやって丁寧に一室一室飾られてるっていうのがサービスを感じるけどな、うん、昔の、あ、入ってたか。なかなかやで、普通閉まってんの。そうやな、まあ、ありがたいな、あげてくれてるってことは。はい、じゃあお邪魔します。今回のお部屋です。あ、なんか温かみがある。暖房ついてるわ。ついてんな。なあ、うん、匂いも温かみがある匂いする。暖房の匂いやな。なあ、あれめっちゃ綺麗ない。え、全然綺麗綺麗綺麗、うん、え、だってこの電気、このデザイン感。え、壁紙もちょっとなんか障子も、あ、だから張り替えたんや。お、景色も割といいで、うん、この田園地帯が広々と見えて、ほら川のせせらぎとともに夕日も見えて、え、いいじゃねえかよ、うん、おい、口コミ、ねえ、ちょっと口コミはお前ら嘘ついてんじゃねえかよ。めちゃくちゃいいじゃねえかよ。全然いいよ、今のとこ。改善された可能性あるな。あ、そう、口コミを見て、口コミそんだけわーってなってから、うん、
いやでも結構最近の口コミでも書かれてたりとかあったで。へえ、うん、しかも広っ。うわ二部屋やで。もうこたつもあるで。ほんまや、あったかこの部屋、あったかっ。おめちゃくちゃいいやん、うん、畳もめっちゃ綺麗し、天井見てみ、雲一つね、おらんな雲は。電気も綺麗し、パッて見た瞬間に、あ絶対虫おらん部屋やなって分かるぐらい綺麗な、うん、こっからこう覗いてん、こうでこっちからもっと想像してた。えなんや、お全然よっしゃやんこれは、うん、むしろいいやん、いいホテルやん、めっちゃいいホテルやん。確かに黒さはあったけど、え部屋めっちゃ新しいで、これ全然部屋新しい、これ張り替えとるわ全部。え雲おったわ、でも探すね、別に雲ぐらいおるやん、こんな田舎やねん、いいよいいよぐらいは、いいよ、うん、そこにおったけどな、ちっこいの、小さい雲な、1匹ぐらいはおるけどさ、うわー、こたつ入れるって最高、うん、めっちゃ落ち着く、うわー、正月って感じ。あで、アンケートもしっかりあって、だからこれに反映されてるんかもしらんで、うんうん、この綺麗さがしっかり撮ってるってことやん、うん、口コミであんだけ散々やった悪評高いホテルがこんなアンケートせえへんやん。確かに改善なんかね、お前らの口なんか聞くか普通はな。すごい、やっぱ来てみるもんやな、分からんな、うん、このエアコン見てみ、めっちゃ綺麗よ、めちゃめちゃ綺麗で、こんな、うん、新しくなった深夜の家のエアコンより全然綺麗や、いや一緒ぐらい、一緒いて、うん、すぐにしといてこっちの部屋洒落てんな、めっちゃ洒落てるよ。なんでこんな2部屋もね、4人でも泊まれるよ。ああそういうことね、2人用の部屋が満室やってん。あなるほど、そっちの方が安くなんやろな、うんうん、でちゃんと冷蔵庫もあってさ、うん、綺麗な冷蔵庫、ほらこれ新品やん、あめっちゃ冷えてる、これ新品やん、これ新品ではないやろ絶対にそれもちゃあるよ。えじゃあトイレ、うん、水が周りが刑務所並みや、ああはいはいはい、起きる、もう全然普通やで、あれ普通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 、浴槽はやっぱ劣化を古いわ、あはいでもなん全然これぐらいありえる、うん、うん、全然綺麗このあーあああああああ別に全然こんな大したことないないな、もう俺なんか想像してた和式の、うん、いや僕もほぼボットンの、うん、もう真っ黄色尿の匂いがうわーみたいな、もう想像してたけど、だってここも別に使わんもん正直、まあそうですね、浴槽ちょっとやっぱこうな取れへん汚れみたいな黄ばみはあるけど、これ綺麗しシャワーやっても、うん、ギャップすごいな口コミとの、うん、なのかもう俺らが慣れちゃってんのかどっちなんやろな。いやそんなことない、ないっすよね、普通に綺麗よな、一般庶民やで、そうっすよね、ええやんええやんええやん、うん全然 OK よ、もうちょっとチンやビビらぞかなぐらい思ってたんで、いやビビってましたよ、まあだからリアルなことを言おうとは思ってたけど、とりあえずあと温泉やな、うん、5時半から飯やから、うん、ちょっと温泉行ってサウナもあるし水風呂もあるしっていうので、うんうん、めっちゃいいやん、うん、でこの安さやろ、うん、早んじゃね、うんねえ、うん、ありがとうございました、うんありがとうございました、何終わろうとしてる今日も見てくれてありがとうな、布団もめっちゃ綺麗じゃない、なんか布団あほんまやな、ついてるって人事件ぐらいの、まあ3つ4つあるけど全然綺麗こんな、うん、多分敷布団の方やな、地層でいう一番綺麗なところに多分シミがついてんだろうな、うんうん、これは全然綺麗、シーツとか真っ白や、うん、てか俺らそういやさ今までのホテルとか温泉旅館とかでもそこまで別にシミ見たことなかったもんな、意識したことないな、あのレベルのシミやと気づかんで、いや多分そうっすね、何も気にせず多分普通に、うんうん、でもひどい書かれようっすね、そうやんなギャップやばいな、めちゃくちゃ書くな、変わったやろだから、うん、全然いいやん、うんうん、もう昔の見たことないもんいっぱいあるよこれガリガリ君のおもちゃなんかあったんやこれ、踊るフェイススタンドとかこれ、これもう多分 iPhone5 とかの対応やろ、うん、古っ、ウルトラマンゼロやって、うん、聞いたことあるっちゃあるな、うん、セブンの息子だって書いてあるの、自分で言うってことは自分はあんまり認知されてないって自覚があるのかなそんな言うとウルトラマンファンに怒られるから知ってる人コメントほしいな、うん、世に対応していきましょうか、食堂みたいなファンかな、うん、昔の名前だ、うん、その辺は使ってない部屋みたいなちょっと目立つな、ああすっごっ、はいはいはい、うん、動いてんのかな今でも、うん、
でもあの古さがちょっと怖いけどな。あるんが嬉しいけど、うんうん、ちょっと入ってきまーす。はい、というわけで温泉から帰ってきました。ほんまに何やねんな、ええやんけな、ほんま。めちゃくちゃええな。逆に突っ込むわ、うん、ここの温泉の人マジでデジタルタトゥー全部消した方がええで。逆に面白いわこの違和感、うんうん、まず普通に更衣室全然綺麗かった、うん、普通に綺麗。大浴場、うん、もうぬるめの温泉と奥に厚めの温泉やっていうの、うん、汚れが浮いてる、苔浮いてるとか、うん、湯の花が浮いてるとか書いてあったりとかしたけど全然なかったですね、うん、あれで汚いって言うんやったら今まで行ってきた温泉群大概も全部汚なるっていう、うん、古さはあるけど、うん、どっちかって言ったら気にならんほどの古さやな、うん、綺麗にしたんかなかもしれないっすね、っていうのなんかいろいろ疑うよな、うん、ちょっと俺今口コミ見てたもん。新しい口コミの中でも2023年11月に一泊しました。泊まったホテルの中でダントツでワーストでした。部屋に入った瞬間に絶望的な気持ちになり朝6時過ぎにはチェックアウトしました。釣られてんのかなこの人ら。ちょっと不思議やな。総合評価1つけるのもったいない。まあでもいい評価読んでいったら、うん、まあまあ確かにってなんで、やっぱ悪い評価って目立つねんな。この場所のネットの口コミは結構ケチョンケチョンですが、批判的な意見の方は一体いくら払って利用していたのかなと不思議になりましたみたいな、うん、個人的には1万切る料金でこの設備温泉2食付きなら何の文句も出てこないどころかむしろ大満足ですみたいな、うん、だから結構ええねん、うん、だから露天風呂が離れみたいなところにあって一回服着替えて上に上がって離れに行くみたいな、うん、っていう感じなんかちょっと面倒いなと思ったけど、でも露天風呂も全然綺麗やったな。綺麗かったな。開放的で、うん、景観も良くて、うんうん、めっちゃいい感じだったな、うん、でぬるいのと熱いのがあるんがめっちゃいいな。はいはい、そうですね。で熱いのもなんか源泉の中では珍しくて結構熱め、うん、芯から温まる感じ。ただよく俺らが行く源泉かけ流しのところのあの肌がサランってするような感じはあんまりせえへんかったな、うん、だから源泉の中では星3つですね。おー、マイスターっぽいなあと日帰りで来る人800円で入れるらしいから、あと飯どないなってんのかって後で見たいけど、うん、いやちょっとギャップありすぎて驚いてる。逆におもろい動画になってる、うん、ネットってこんだけ違うって。いやほんまにな、これ今がチャンスちゃう。確かに俺回しもんちゃうねんマジギャップでの驚きで言ってるからな、うん、ほんまリアルなことしか言ってないからな、うん、懐かしいこいつ。なんか小学校の友達は落ち着く、うん、見られへんくなって自分が見れるってやつは懐かしい気持ちになってるな、うん、バブリーバブリーやな。バタカクノと大根コミハンバーグシチューシチューテリヤキチキン。楽しそうでした。どこやけんの自分で作るかもあるし、あ、鍋や、これしようや。そういうことや、自分で好きなだけ入れて。人気やな。チゲ鍋とワフワフ最高やん。めちゃくちゃいいよ。すっげえ鍋あってこう釜飯、釜飯食えてサラダすごいな。あ、野菜ちゃんと動いてるし。じゃあ小さとかじゃない。これぐらい食えて野菜が多い。テリヤキチキンと麻婆茄子とあのボーボーパスタとシチューと角煮チキンのトマトパスタと鍋あんね。ね、これいいな。やばいな。自分でやるこのシステムがまたおもろくて。でここで飲み放題、なんかブラックみたいな。まあまあサーバーでな、自分で潰すタイプやな。うん、お疲れーす。一回恐怖を覚悟してからの生バリうまいな。はい、や60分で俺どれだけ元取るかほんまにガチで戻ってどうせ経費は思ってない。全然思ってない。いただきます。はい、カブニカ。うん、まずいとか全然ない。はい、めっちゃうまいとか、うん、高級ホテルのなんか手作りのって感じだったよね。はいはいはい、普通に美味しいビュッフェって感じかな。うん、うんうん、出てきないんだよ。何マジでこんだけしかないんだよ。60分もう10分経ってるから行かなあかん、行かなあかん、行かなあかん、ほんまに
すごい。やっぱもう人いらんやん。バーテンダーいらんくなるやん。ちゃんとしかも配分も。いいほら、あ、こぼれた。こぼれるわ。じゃあ俺がちょっとな、こんなことあったから。チンやんちやばいねやろ。僕全部アレクサス。すべて連動させてるから。未来で。近未来っすよ。ほんまにドリルのじいちゃんなんで。電気つけるときとかも動けねえんやろ。もうアレクサで行きますね。え、どんな感じなん？まず家帰ってきてエアコンとかも全部もうソファーの上座りながら全部完結っすね、うん、電気消してつけて暖房つけて消して加湿器つけて消してめっちゃ便利っすよ。すごいな。便利品好きやもんな。便利品オタクやな。めっちゃ好き。 TikTok とかでよく調べてんもんな、うん、もうそういうの全く疎いね。だから未だに電車切符やもんな。紙のびっくりする。それはもう iPhone でスイカか入れれんのに、うん、その方が絶対楽っすよ。まだ教えて、うん、あ、てかハンバーグ食ってよ。ハンバーグ選んでるから今回。ああ、うん、想像通りっす。だから手作りだよね。うん、どっちかって言ったら冷凍だ。冷凍のやろ。想像通りの、うん、だから冷凍の技術っていうのが日本って死ぬほど進歩してるらしくて、うん、海外行って一番感動したのが日本の冷凍のすごさ。カップラーメンとかあんまクオリティ、うん、日本のカップラーメンをなんとか海外に流通させたら流行るで、うん、アメリカとかレベル高いもんな。ラーメン文化やばいやんアメリカ今、うん、でもあれほどのカップラーメンっていうのが今アメリカないから流通させたら流行ると思う、うん、誰かやろう。そう考えたらやりたいことって無限に思いつくよな、うん、こんなんやったらいいやんっていうことをやることがやりたいことや。夢やったりチャレンジやったりとかやりたいことや、はいはい、無限に思いつくよな。俺最近やりたいことは他にもあって、はい、タコなしタコ焼き。お、焼きなんやじゃあ。いつか無料で西成でやりたい。おタコなしたこ焼き屋さんっていう屋台ぐらい小さい店でチーズとかこんにゃくとかいろんなもん入れんねんけど、貧しい人とかお腹減った人はもう全部無料の店舗1店舗作りたい。それすごいね。めっちゃ安いところで。はいはいはい。区長に頼もう。夢あるな、うん、お酒だけいる。さすがにさすがにね。もう娯楽みたいなもんやもんな、うん、酒は。まあでも別にそれで採算合わなくてもいいっていう、うん、ただただ楽しいことしてみたい。人のためになる、うん、顔飯多分できてるっすよ。じゃ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 ーん。いるよ。うわ、美味しそう。美味しそう。めっちゃうまそう。超いい匂い。いや、なんでな。なんちゃちゃちゃ。しゃもじ持ってんのに。なんで。しっけしっけ。あ、もうそれ。うわ、この油田見て。これわざとちゃうで。テレビ仕様の。分かってるよ。なんか暗幕の中で撮ってる。さっき言ってて。はい、どうぞ。うわぁ、そっちや。うん、ハフハフする。落ち着く。で、何飲みます次。ほんまに行くで、今日。ペロッペロッてからマジで卓球勝負しよう。おぉ、いいやん。3、2やで。確かにそうやけど。うわぁ。塗り替えたろ、俺らが。うん。評価を。そうっすね。リアルな感想で、うん、やっぱ人間って数的に多い方で見るもんな。あるある。日本人特有ですね。そうそうそう。隣の人見て、あの人言ってるんやったらそれはダサいからな。自分の意見を持った方がいいな、うん、それが人生を楽しむコツやな、うん、自分の意見を持てば持つほど人生は楽しめると思います、うん、じゃあ次鍋いきます。はい。一味欲しいな。持ってくればよかった。あんだけいいやのに。なあ、いただきます。あのこたつで食べたい。合うな、あのこたつと鍋は。飯はほんまに普通に美味しいって感じかな。過不足ないが一番合ってんだ。うん、うん、んうウーロンハイにしようかな。何にします。ハイボール一択で何杯いくかな。600。絶対行けよ。今年は全国世界一番行った人間になります。チートの、うんうん、乾杯。うっす。抜いてる。まだ大丈夫かな。今さ、うん、何見てるてんのかな。今調べてきてんじゃないですか。口コミ見るやろ。見るな。 Google で調べてないと Google のあれ見ひんのか、口コミは。いやいやいや、今回これ全部のサイトの口コミであ書いてんねや。うん、
まあ、それを見た上で一回来てみて気に入っててずっと使ってるリピーターとかな。常連昔からの。でも多分あの口コミの量と今のこのギャップを比べた時に、途中でホテルも変わったんやとは思う。さすがに未だに同じように書いてる人は多分やけど影響されてると思う、それを見てきた上で引っ張られてる感じですよね。かちょっとのことで気になる人が、じゃあ見てみてみて、これ見て。いやあんま変わらんねん、あんま変わらん。じゃあ後でやろう、卓球勝負。卓球、まあ1月正月は終えてるけど、お年玉対決。カメラ持たないっすよ、じゃあ僕持ってよ。年末の深夜の実家で毎年しし鍋食べるんですよ、その時には妹たちに年玉を渡してて、いいお兄ちゃんやな。すっからカンタローなったで、はい、帰りよ。もう一杯行きますか。もう一杯行ってから行こうぜ。これラストカンプ、これ決戦に行こう。おっしゃ、映ってるだけでも結構いってんじゃん。映ってるだけしか飲んでない。だいぶいっとるやろ。だいぶいった、だいぶいった。ういごちそうでした。そうでした。こっからやで。こっからか。もう酔ってるやん。おだっさー、ごちそうさまです。ごちそうさまです。大会2024年お年玉決定戦、さあ大体1本はいくでしょう。あ、それはもう先行っすね。どっちが？僕が。何点待ちにする？なんか5点、5点ぐらいにする？ほんまにいくぞ。僕も本気っすよ。本気っすよ、ほんまに。うわ、うわ、しょうもないしょ、ベーメン。俺もやけど。あ、ちょっと待ってよ。これ、こっちの方がいいっすわ。僕左利きなんで。あ、こっちにあった方がやりやすい。それでいくか。マジで。よし、本番。次。ほら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 。ああ。わあ、痛い痛い。じゃ。それは無理。それは無理。よし。もう二。もう。うまい。よし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 。よし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 。あらららら。オッケー。オッケーオッケー。オッケーオッケー。今のは絶対無理や。いやでもラッキー、ラッキー、いい勝負でしたね。はい、お年玉10万円差し上げます。ほんまに、ほんますか？いや、ほんまにあげる。ほんまにものっすよ。うん。プラッと勢いとかじゃなくて、やったありがとうございます。ちょっと腹立つけど。お年玉渡したいなって気持ちはもともとあったから。ああ、また今年もよろしくということで、ほんま、こちらこそよろしくお願いしますということで、ジョブロック、帰ってきたということで、ラスト飲みますか。おいっす。おい、もう60分で結構俺行ったから。これ視聴者さんに言い忘れてたけど、歩いて5分ぐらいにコンビニあって、でそれで買ってんで、これもあって、セブンイレブンだから割といいよな、ここ。温泉あるし、近くにコンビニあるってことは、素泊まりでも5000円とかで泊まれるから、それはそれで楽しいですもんね。みんなでいっぱい持ち寄って、持ち寄ってこんな綺麗な部屋でみたいな、俺らが選んだ部屋がこうやったんか分からんけど、俺らが感じた経験っていうのを伝えるのが一番かなと思ったから、でも割と口コミに書いてる方が薄かなと思って、多分昔の情報なんちゃう、昔のジョブログと今のジョブログってやっぱちゃうやん。昔は人殴ってたやん普通に。それは語弊あるわ。まあ勢いで言ったら負けてないけど、過去の俺と今の俺が喧嘩しても、俺は過去の俺に絶対勝てる自信あるねんけど、やけども過去のその時
時の時代が違うから、うん、その時のお客層も違うやろうし、うん、ターゲット層も違うやろうし、うん、持って行き方が違うからこそやり方も違うかったんじゃないかなみたいな、プラスアルファそれから衰退して口コミがそういう風に起きて改善した今を見てるんかもしれないし、勝手な考察やけど、うんうん、いやでもほんまに百聞一見にしかずっていうのはほんまやな。あーいいねそれ、確かに行動せなわからんな、いい言葉、ネットに書いてることっていうのは誰かが書いて勝手な主観なんやなってことを、うん、なんかとことん感じさせられたな。だからなんかすごいここはめちゃめちゃいい旅館でしたね。うん、どう思った？ほんまにその通りですよ。口コミだけで見とったら多分来てないっす。もうそこだけで信じちゃうじゃないけども、あーいやーってなっちゃうんで、うん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 、でも来てみたら全然また来たいって思えるし、だからなんかまあこれからも正直なレビューをやってきたらなと思うな。うん、本音で生きていけたらなとは思います。うん、まあ多分内容的に言ったら悪いとこ取り上げた方が再生数伸びるんかなとは思ってんけど、うん、でもなんかあんま見つからんかった自分の主観的に、うん、なんか客観ってあんまり正直言うとないと思ってて、俺は自分の主観っていうのを疑った方がいいと思ってて、俺は客観的にって言うやつってそれって主観やからっていう感覚やね、うん、だって自分の目で見て自分で考えてることやから、うん、その時点で主観やからっていう、うん、だから主観的に見てめちゃめちゃ良かったかなって思いましたね、うん、温泉もいいしサウナもあって水風呂もあって安いし、だからこれから流行るんじゃないのかなとは思いましたね、うん、そのきっかけの動画としてなんか思い出として今回残せたらいいかなとは思いました、うん、ただちょっとなんか冬は廊下とかはある程度寒いんで、うん、浴衣とかやったら割と寒いなっていう風な感覚ぐらいやったよな、うん、でも部屋もめっちゃ暖かいしこたつもめちゃくちゃ暑いし、うん、だから多分世の中は変わってんねん、ずっとずっと更新し続けていってるんじゃないのかなとは思ってんな、うん、だから自分の基準を持ってください。旅をするときはいろんな場所を行くときは僕自身も持ちつつその感想を常に言っていけたらなとは思ってます、うん、またよかったらねみんなも来てみたらいいんじゃないかなって思いましたね、うん、東京から車で2時間ぐらいやったからリフレッシュするにはめちゃめちゃいいところなんじゃないかなって思いましたね、うん、まあタイトルはな低評価のホテルがあるんじゃないのかみたいな風には撮るかもしれんけどな、うん、ちゃんと内容を見てくれると思うからみんな、うん、それで来てくれる人がちゃんといると思うのでそっちの方が大事だと思うんで、うん、たくさん見てくれてかつ来てくれる人たちがいる方がハッピーでしょう、うん、もうベルトレーで今日はおやすみ、また明日っすね。いやすごいな。おはようございます。おはようございます。朝の朝食の時間です。はい、朝ごはん早くて7時から8時の間に入場せなあかん、うん、あやっぱここの吹き抜けだけやっぱちょっとなんか風通しがなんか、うん、ひんやりしない冷気があるわ、うん、朝風呂入ってんけど、うん、男女入れ替え制やから、はいはい、女性風呂の方昨日、うん、もう一つやったな、ちっちゃいしぬるかったな、ぬるいあれ朝やからなんかな、露天風呂もちょっとぬるく感じたもんぬるかったっすね、枯葉とかな、うんうん、ちょっと色浮いとんなみたいなのがあったけど、うん、まあまあ別にその辺から気にせへんかなぐらいのレベルやったけど、うん、とりあえず朝飯行こうか。はい、日本の朝ごはんやそうそうそう、ね、おいしそう食べたミートボールとかあって、バンバンジン、うん、ハムサラダというわけで本日の品目でございます。こちらはい、なんかお子様ランチみたいなほんまやな、最高な日本の朝ごはんでございます。朝からいろいろ食べれるっていうのは幸せなことやな、うん、いただきます。お雑煮でしたね。1月やからかな、うん、美味しい、びっくりした、もちあるし、こいつマジ1位やわ、お雑煮、え、めっちゃ美味しい、納豆がリうまい、粒デカめ好きやから俺、デカめっすねそれ結構、うん、納豆とネギとなめたけみたいな横にあって全部入れてネバネバ度マックスにして、あーいいやん、めっちゃ美味しかった。チキンナゲットいきます、うん、マクドの独特な風味が冷えたチキンナゲット、はいはいはい、いい朝でございます。ごちそうさまでした。おかわりしたもん、お雑煮でもこれで6000円から8000円とかで2食付きで泊まれたら安くていいやろってんな、うん、だいぶ安いと思う、ほんまに。では東京に戻ろうか。はい、で次の関東の旅に出ます。はい、メドレーするから今回楽しみにしよう。よっしゃ、おお、きれいきれい、さっそりあとなんちゃうって言うやろ飛ぶとるあと濁さずやろそれ。じゃあ行こうか。はい、やりたいことに